象台によりますと、中国地方の上空およそ5500メートルには、明日の朝にかけ平年に比べ7度低いマイナス21度以下の寒気が流れ込む見込みです。このため山陰地方は大気の状態が非常に不安定になり、島根県邑南町で氷が降ったほか、島根県の一畑電車では運行施設に落雷があり、午前10時40分から一時全線で運転を見合わせました。気象台では明日の明け方にかけて竜巻などの激しい突風や降雹、落雷、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。